そしてイニエスタが左に出てからボール保持、センターバックの間にサンペール、間を通しました、前を向いている、クルキッチ左足だ、血を這うようなシュートを打ちました。いや今の縦パスが、ね、見事でしたね。そうですね、ライン間で浮いてたゴージャンにピシッと入りましたからね、はい、まあ、ここからのシュートは非常にこうスムーズに流れていきましたね。さすがの一撃ですね、はい、サンペールはクルキッチは本当にいい友人である、そんな話をしています、そしてどんどん状態も上がっていますよというそんな話もしていました。